はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。5時を回りました。5時12分ですね、いやいやいやさて、ザクザクでございまして、こんな記事が出てます。これは28日、今日の15時30分ですね。自公協力に亀裂、公明党は自民に長年の不満、我々は使い走りではないの思いもというタイトルでございまして、読んでいきますと、こんな感じですね。感染第6波の出口が未だ見えない中、国政では自民党と公明党の連立が大きく揺らぎ始めた。公明党の山口那津男代表が2月6日放送の BS テレ東の報道番組で、夏の参院選での自公選挙協力について自民党に相互推薦をお願いしたが、現にない以上自力で勝てるようにやらざるを得ない、と岸田自民に最後通帳を突きつけたのだ。支持母体の創価学会も足並みを揃えている。創価学会は1月27日に国政選挙や地方選挙の方針を決める中央社会協議会を開催し、選挙の支援方針は人物本位で選び、今後より一層党派を問わず見極めることを申し合わせたことが報じられた。党派を問わず人物本位というのは、要は創価学会に対して優しい人を選ぶということですね。自公両党は小渕恵三内閣の1999年に連立を組んで以来、野党時代もを含めてこれまで23年間国政選挙で選挙協力をしてきたが、これからは自民党以外の候補者を支援することもあり得るという大きな方針転換だ。そうなると自民党の政権基盤が揺らぐ、政治ジャーナリスト野上忠興氏が指摘する。公明党創価学会が選挙で自民党に票を出して当選を支援し、代わりに自民党は公明党に大臣や副大臣、政務官ポストを与えて国政に参加させる、それが自公連立の国家を成している構造です。選挙協力が白紙になれば連立の基盤そのものが危うくなるのは間違いない。まさに自公の熟年離婚危機と言っていい。熟年離婚、1999年から23年間、まあそうですね、熟年になるでしょうね。と言っていい。発端は今回の参院選をめぐる自公協力協議が破談になったことで、前々回の2013年参院選以来、公明党が候補者を立てていない1人区括弧32件で、自民党候補を支援する見返りに自公の候補がぶつかる埼玉、神奈川、愛知、兵庫、福岡の5選挙区では互いの候補を推薦し合う相互推薦という仕組みを取ってきたと。まあこれ以下続くんですけども、この辺で読むのはやめましょう。1ページ目貼っときますね。今1ページ目全部読みました。なんか君らほんまにやめんのみたいな、そんな感じなんですけども、自民党と公明党ってね、私の子供の頃はね、与党と野党やったんですよ。公明党は野党連合みたいになってたんですね。で、一時新進党の時にもですね、公明党という党を辞めてですね、新進党の中に入った時があるんですね。小沢一郎がこう活躍してた自分です。まあでもあの人は壊すの上手ですけど、作るのは下手くそですからね。で、結局うまくいかなかったわけです。で、23年間やってきてですね、これほとんどですね、私から見ればですね、自民党が一方的に得する今日、なんて言いますか、連立なんですね。参院選もまああれなんですけど、衆議院選にものすごい力を発揮するんですよ。衆議院選って、1人区なんですね、基本的には。1人しか当選できない。で、その各選挙区に公明党のですね、学会員ですね、総学会員が数万人いると言われます。その数万人の票をですね、自民党候補に乗せてきたわけですね。で、それが乗らないと野党に負けたりするわけですけども、野党は負ける可能性があるんです。計算上はそうなるんですけども、それが乗らないとですね、その当選できない人がいっぱいいるわけであって、現にその乗らなくて苦戦した人いますね。自民党の前の幹事長かな、甘利さんかな。
甘利さんはですね、創価学会との仲があんまりよろしくないと言われてます。選挙区の学会票を載せられないわけですね。それで結局選挙区では落選という決めがありました。例えばですね、菅義偉さん、前総理ですけど、非常に公明党学会との仲がいいわけですね。だから今回、前回ですか、前回も楽勝してましたね。二階俊博さんもそうですね。あんなじじいなんで当選するんだと思うんですけど、和歌山であんなところにも学会がいるんですね。乗せられる人は楽勝で当選できると。でところがですね、その、そういうこう二階さんや菅さんという人がですね、要職から離れたわけです。でにわかにですね、ギクシャクギクシャク。岸田さんという方はですね、あのクソ真面目な真面目一途の人でですね、その社交があんまり上手ではないのかもしれませんね。だから公明党に人脈を築かずに今までやってきた感じがします。まあご自身の選挙基盤が盤石ですからね、あんまり人のことまでこう思いは至らなかったのかもしれませんけども、でにわかにですね、公明党との関係が悪くなって、この夏の参議院選挙にですね、本来ならお互い推薦を出し合うんですけども、そのそれがもうなしよっていうふうにも言われてるんですね。まだ時間あるやんと思うんですけど、なんかね、あの岸さんね、下手ですね。こんな適当に妥協して相手の言うこと聞いて出ないと、落ちたらどうすんねんって、自民党の議員がね、あの32人区あると言われてる。そこでね、公明党の票、要は学会の票もらえへんかった人で落ちる人が何人か出てくる可能性ありますよ、はっきり言うて。県はね、県で一人なんですよ、参議院って。大体は県で一人、県単位ですから、一人県一人県が32人もあって、学会票で最大マックス見積もって800万ですからね、単純に50で割ったら10何万、まあそんなないでしょうけど、数万はあると思いますよ。少ないところでも数万あると思うんですよ。多いところは10万以上あるわけですよ。それが乗ると乗らんとではえらい違い。でそもそもでもね、この参議院においては公明党側にメリットほとんどないんですよ。じゃあなんたら県でですね、自民党学会がですね、公明党が推薦しますと、で学会票はその人に乗ると、自民党候補に。でその県のね、あれですね、比例代表、県のっていうことはないけど、比例代表はですね、公明に入れろというふうに自民党は言うわけですけども、そんなん入れてる人おらへんやん。入れるわけないやん、そんな。僕なんかその学会って言うだけでこうふーんという人なんですよね。で公明党って書くのもなんかこうなんか嫌やという感じはするわけですよ。一人一人確かめたわけではないですけど、ああいうのを信じてはる人々かって。別にまあお会いしてお話する人もいますけどね。でも基本的にそういう人たちの政党をこう自民党員が書くとは書いてきたとは思えない。やっぱり比例代表も自民党で書いてるわけですよ。でだったら要は学会票はその選挙区の自民票に乗ったまんまで自民党が得してですね、公明票が別に増えてるわけじゃないと私は思うんですね。その比例代表の結局そうやんというですね。せっかくそうやって自民党が一方的に得する協定やのに、なんでそれをねシャンシャンって言って結べないの。何をやってんねんと世界です。負けたらどうすんねんそれでと。あれですよ、学会員がね、なんたら県で一人だけのなんたら県で選挙に行ったらですね、まあ比例は公明党が気になるでしょうけどね、学会の人は。でもその自民党の候補の名前は書かないと思うんですよね、こう書けと言われてへん限りは。でまあ自分の好きな人を書いたりするわけでしょう、あるいはその白紙で出したりするわけでしょう、熱心な学会員はね、いらんもんだね。もうなんでそういうこう単純なね、岸ちゃんってなんで単純なことが分からへんやろって時々こう、何なんあの人はと思ってしまいますよね、私なんかは。そんなんちょっと考えたら分かるやんって、自民党が一方的に得してるやんって。で大臣一人しか出さないんですよ、大臣。あれ公明党って30人か40人いるでしょ、参議院も入れたらもっと50人以上いるんちゃいますの。そしたら大臣普通は3人ぐらい出ますよ、自民党の派閥としたらね。それを一人しか出さないんですよ。一人しか出さないっていう。まあ副大臣とか何人か出すんでしょうけど、いやそれ全然自民得やんということでしょ。
全然得やんって、なんでそんな得なね協定をね延長せえへんやろって、別にあのやれって言ってるわけちゃうんですよ。あのやった方は圧倒的に得やのに、結んだ方が得やのに、なんでその簡単な妥協ができないのという、そのこのこうなんていう見識を疑ってるわけです、私は岸さんの。別に結べって言ってるわけちゃいますよ。結ばんでもええんですけどね、結ばんで勝てやったらそれでええやんと思うんですけど、結ばへんかったら勝てんのちゃうかなという気がしています。はい、一応このザクザクのですね、1ページ目貼っときますんで、あと2ページ目も読みたいという方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。